ダブリンの戦いは、1922年6月28日から7月5日の1週間にかけて生じたアイルランドの首都ダブリンにおける市街戦である。アイルランド内戦の始まりとされる。市街戦は、AI 条約に反対するアイルランド共和軍の強硬派が占拠した、方向つたて建物内に立ち上げたアイルランド、自由国暫定政府による襲撃によって始まり、 暫定政府の敗北によって集結した。1922年4月14日、ローリー・オコナーが AI 条約に反対した約200名のアイルランド、共和軍兵士を引き連れて、ダブリンにある、フォーコーツを占拠したことが、アイルランド内戦の直接の原因となった。彼らは、イギリスとの軍事的な対立のきっかけを作り、AI 条約を取り下げさせること、さらに、 アイルランド外部の共通する敵として、イギリスを見出し、アイルランド共和国の独立という共通の旗印を掲げることで、当時 IRA 内部にあった二つの派閥を統合することを目指していた。しかし、国として持続的に発展し得るための自治を求める者たちは、選挙の原因はイギリスにはなく、首謀者たちによって引き起こされた反乱に過ぎないと、みなした。 暫定政府は、1922年6月22日の、ロンドンにおけるヘンリー・ウィルソン教の暗殺を後押した、フォーコーツ軍に対抗するイギリスの圧力を受けた。そして、アイルランド自治領の総督、JJ オコンネルが、フォーコーツ軍によって逮捕されると、政府も彼らに反対する立場を取った。カルトン・ヤンガー、アイルランド・シビル王、ミューラー、 ロンドン1968ピアニッシも258から259エオイン・レーソンザ・シビルオーピアニッシも109から110ありがとうございます